田開催の初日、今日の最終レースを迎えます北海道の函館競輪場です。今回祭は記念競輪です。開設71周年記念の五稜郭杯争奪戦、4日間の G3 戦、その初日のメイン競争を迎えます。12レースは S級 特選、非常に豪華なメンバーが参戦、その9選手が登場です。ゆっくりとバンクの中央通路を通りまして、各選手がスタート地点に集まってまいります。このメンバー全員明日の2次予選に回ります。明日2日目は6レース以降が2次予選、そして準決勝決勝へと熱戦が続いていきます。では今日の初日の最終12レース S級 特選、その特選メンバー9人を順にご紹介いたします。1番広島の松浦雄二、2番福島の佐藤慎太郎、3番大阪の古性優作、4番三重の坂口康介、5番福島の高橋真也、6番福岡の園田匠、7番秋田の森沢太志、8番愛媛の松本隆春、9番大阪の稲川翔、以上のメンバーの対戦です。12レースも距離は2025メートル、バンク5周回、先頭誘導員は山田敦也選手です。発走いたします。選手がゆっくりと構えてきます。号砲が鳴りました。第12レース S級 特選、今スタートです。まずは9番の稲川翔が前に出ています。その後少し差が開きましたが、2番手からは2番佐藤慎太郎です。3番の古性優作、その後が4番坂口康介、あとは1番の松浦雄二がおります。上がっていきますのが7番車森沢太志、5番高橋真也です。そして8番の松本隆春、今最高峰が6番の園田匠。豪華メンバー9選手がまずは序盤戦第4コーナーを回っていきます。初日特選のメンバー全員明日の二次予選に回りますが、まず1走目、どの選手が今シリーズ流れをつかんでいくでしょうか。前からは3番の古性です。直前のダービーは勝ち上がれませんでしたが、次の G1 は岸和田です。次の G1 へ向けてもいい勝負をしてほしい古性優作。後ろは9番勝てば300勝という稲川翔、大阪勢の連携です。その後ろが4番の坂口康介、近畿中部の3人がまず前にいます。そして中段からが5番の高橋真也、北海道釧路出身のドサンコレーサーです。福島の高橋選手になって約2年、ようやくこのバンク初登場になります。その後ろが2番の佐藤慎太郎、ダービーは決勝3着、写真判定の大接戦でしたが、佐藤慎太郎が番手回っていきます。残り3周切りました。その3番手が7番の森沢太志、前回2年前のこのバンクの記念競輪は準優勝、新山恭平とのワンツーでしたが、さあまず動いてくるのは8番の松本隆春。今年の1月地元松山で G3 初優勝を決めていますが、その後ろを回っていくのがダービー王、松浦雄二。松浦今日1走目、まずは2番手を回る競争です。その後6番の園田匠が追走していきます。ただ別線5番高橋がその8番の松本ラインを睨んで前に踏んでいきます。残り2周を切って一旦下げたのは3番の古性、そして5番高橋が踏んでいきます。高橋が前に行って8番の松本は出ていけないか、一旦下げて1番の 松浦がマークをしている。ただここは3番古性が中段キープして、8番の松本はちょっと厳しい展開になって、1番の松浦もどうここは対処していくか。松浦雄二今後方8番手でこれから最終周回に入っていきます。
主導権は北日本勢。ここはドサンコの5番高橋真也の先行です。後ろは2番佐藤慎太郎と7番の森沢太志、その後から中段から3番の古性優作がまくっていく。依然8番の松本、じゃ松浦候補ですが、松浦は自分で踏んできました。最終3コーナー松浦も来ましたが、前は変わって3番の古性優作まくり切って先頭、追って9番の稲川翔、直線グッズ大阪勢。そこは最後は9番の稲川が追い込んで並ばした森沢、接戦森沢太志か稲川翔か、最後は並んでゴール。森沢と稲川、最後は接戦のようです。直線の勝負でしたが、森沢太志あるいは稲川翔、稲川は勝てば300勝ですけども、非常にいい足で森沢が差し込んできまして接戦です。最後直線のシーンです。まくり切った古性に乗って稲川、そこに7番の森沢が詰め寄って、最後はどうなんでしょうか。勢いは7番森沢の方ですが、9番稲川翔との接戦は7番と9番、これは接戦。そして3着のゴールは3番の古性優作、7番9番の1着は接戦の後、3着のゴールで3番の古性と思われます。第11レースを迎えます函館競輪場です。今回は S 級のトップレーサーがここ北海道に集結して4日間の熱戦です。 G3 の記念競輪五稜郭杯。さあ11レースは1次予選のラストのカードになります。メンバー9選手が今ちょうどバンクの中央通路を通りまして、これからスタート地点に集まってまいります。1次予選の勝ち上がりは上位4人、4着までは全員、5着の選手は11人中10人までが明日の2次予選に進んでいきます。2次予選はもう少し厳しい条件になるんですが、この時間は初日の1次予選のラストの11レースを迎えています。さあメンバー9選手が登場です。ではその対戦メンバーを順にご紹介いたします。1番香川の網谷隆二、2番長崎の瀬戸英作、3番神奈川の松谷秀幸、4番愛媛の外田信人、5番福岡の柳爪雅宏、6番岡山の田中裕二、7番千葉の野口博、8番佐賀の坂本明輝、9番静岡の渡辺春友、以上のメンバーの対戦です。11レースも距離は2025メートル、バンク5周回、先頭誘導員は森田浩二選手です。発走いたします。さあ選手が構えていきます。号砲が鳴りました。第11レース S 級一次予選競争のスタートです。まずは2番の瀬戸英作が前に出ました。その後2番手からは1番網谷隆二、その後ろは5番の柳爪雅宏です。6番車田中裕二が続いていまして、あとは4番の外田信人が上がっていくようです。3番の松谷秀幸、9番は渡辺春友、あと8番車坂本明輝、そして1番後ろからが7番の野口博です。まずは序盤戦、各選手第4コーナーを回っていきます。今日初日一次予選のラストの競争です。この11レース、まずは前から2番の瀬戸が行きます。長崎の瀬戸英作、今季ここまで各場所で車検に絡んでいます。1着も多い選手です。後ろ番手回りが5番の柳爪雅宏、その後は8番坂本明輝、九州の3人がまずは前にいます。そして中段から4番は外田信人です。愛媛115期の若手です。外田
1月の地元松山記念で1着 S 級での初勝利を挙げていました。後ろ番手回っていくのは1番の網谷隆二、その後ろが6番の田中裕二です。そして後ろからが7番の野口博士。残り3周を切っていきます。今シリーズ注目の1社、たくましいドサンコです。千葉野口博士、昨年よりもさらに一回り大きくなってこの生まれ故郷のバンクに登場です。4日間もちろん風を切っていこうという競争注目なんですが、番手周りは3番の松谷秀幸、野口と松谷が人気を集めています。その3番手を回っていくのが9番の渡辺春友。この人も函館は相性いいバンクです。南関東3人の結束が後方からライン3分線です。まず7番野口がゆっくりと上がってきました。これを見て4番の外番を踏んでいこうとしています。前からは2番の瀬戸、残り2周切りました。先に行ったのは4番の外田新斗、115期生、別線を警戒していますが、7番野口がもう来まして打鐘前で先頭に変わっていくようです。今打鐘残り1周半の地点でもう7番野口博士はしっかりと先行で行きます。そして中段から4番の外田、後ろからが2番の瀬戸栄作に変わってライン3分線、残り1周を切っていきます。さあしっかりと先行勝負です。地元レーサーです。7番の野口博士、番手回り3番の松谷がついて、その後は9番渡辺春人が3番手、南関東3人ができって、あとは差が開きました。もう後ろは苦しいんでしょうか。4番外田新と4番手差が開いて苦しい。あとは2番の瀬戸もまくっていますが、まだ前は遠い状態です。さあ南関東3人で決まっていきそうだ。7番野口博士、番手絶好は3、松谷秀幸、あとは渡辺春人も3番手で最後直線、最後はどうでしょう。並んでくるが野口と松谷並んでゴール、押し切ったか。野口博士詰め寄って松谷、あとは渡辺春友が続いてきました。ライン3人の南関東勢です。粘り強い競争でした。野口、そして番手の松谷食らいついて最後は並んできたようですが、どうでしょうか。その後が9番の渡辺春友。南関東の3人ラインしっかりと3人で決まったようです。最後直線並んできた3番松谷なんですが、どうやら振り切ったようです。7番野口博士、千葉野口が生まれ故郷のバンクでまず1着スタートでしょうか。最後は差を詰めて3番の松谷とのライン決着は3番手の9番の渡辺春友までしっかりと続いていました。7番3番9番でこの順で入ったようです。残り2周を切ります。9番の鈴木信幸、後ろ地元勢を連れてどういったレースをしていくか。2番大森、5番中村が続いてそのラインが人気になっています。そこを抑えて上がっていくのは1番の伊藤勇樹、1番伊藤が9番鈴木を警戒しています。そして前からは8番の今野、今打鐘です。さあ中部勢が9番の今野を警戒しながら踏んできました。打鐘の3コーナーから4コーナー、ただ8番の今野がもう踏んでいます。今野と伊藤のもがき合いになって最終周回、そしてもう来ました。9番鈴木信之が一気にまくり上げて、ここは1コーナーで9番鈴木が前に出ていきました。1番の伊藤も抵抗はしますが、さあできったのは9番鈴木、後ろは地元勢も食らいついて、今大森圭一と中村が追走、ライン3人できって、あとは中段からは3番五十嵐が切り替えて追ってきている。3コーナーから4コーナーへ、9番の鈴木信之、さあ番手まで絶好のチャンスは2番の大森圭一、中村3番手直線コース、最後は2番の大森が差し込んで先頭合流、あとは3番の五十嵐から。まずは九州福岡勢3人来ました。残りはあと2周です。4番の島田が一旦前に出るようです。そこを出していって5番の小松崎、そして2番の金子も動いてきました。今度は関東勢が前に行くようです。2番の金子哲弘、まもなく打鐘です。さあ後ろから5番の小松崎もじわっと上がっていこうとはしていますが、中段からは4番の島田雅也、福岡勢が中段を回って第4コーナー、ここで5番の小松崎も一気に発進です。地元勢の追走は1番の菊池決勝だけになりました。8番野木はちょっと厳しいか。最終の1コーナーから2コーナーへ一気に巻き返して5番の小松崎太一が先頭、番手はしっかりとついていって1番の菊池決勝、あとは離れました。3番手以下は苦しいでしょうか。2番の金子哲弘や7番の山口、さあもう一騎打ちになっている。3コーナーから4コーナーへ小松崎と菊池、5番の小松崎太一先頭、直線勝負ですが1番の菊池決勝2番手ですが、ここは最後小松崎が振り切ったの合流。
人気上位は近畿勢、稲毛と村上が連携をして残りはあと2周切っていきます。さあ一旦ここは出していきました。7番の稲毛健太、前に行った関東勢ですけれども、3番の末木、8番車は遠藤克也来ました。今度は南関東勢です。まもなく打賞、8番車遠藤が前に出て別線を警戒しています。果敢に動いていくでしょうか。中段関東勢は3番の末木浩二、そして7番の稲毛健太が一気に発進です。近畿勢も来ました。残りあと1周回、稲毛と村上義弘、ここは来まして中段から前に迫ってくる。8番遠藤の先行ですが、ここは7番の稲毛が前に踏んできている。先行勝負8番の遠藤克也ですが、ここをまくり上げて最終バック7番稲毛健太が前に出ていきました。後ろはしっかりと追走している1番の村上義弘、あとは混戦模様、3番手がどうでしょうか。8番の遠藤や6番の山田、その後から3番の末木、まだもがいている。直線コース、最後は直線で近畿勢、村上義弘差し込んで合流。7番の稲毛とのワンツー、ここは人気の近畿勢でした。ライン3分線です。残りは2周回、さあ前々へと踏んでいこうという4番の川越も抵抗しまして、さあ9番谷口の方が一旦引くのかどうか、ちょっとライン崩れましたけれども、7番の坂本周作、今度は北日本勢が前に行きます。まもなく打賞、今ジャンが鳴って4番の川越優勢、短期でここは別線に絡んできていますが、そこを一気に9番車谷口洋平発進です。谷口がしっかりと先手を奪っていくようです。これから最終周回、残りはあと1周です。主導権は中部近畿勢、ここは人気に応えようと9番谷口と2番四季雄が前に行って6番の野井が追走、3番手です。最終2コーナーへ、あとは中段以降ですが、7番の坂本周作、1番竹村が追ってくる。最終バックを通過、先手を取って9番は谷口良平、番手までしっかりと回っています。2番の四季雄拓也、あと差が空いて6番野井が苦しいか、代わって7番坂本周作3番手、直線越し最後は7番坂本が捉え切って五輪、坂本周作です。各選手4コーナー回ってきます。残りはあと2周回です。まず動いて4番は北野、1番の小林、愛知2人、そこをかわしていこうという7番の橋本智明、後ろは今現在6番田尾が回っていますが、9番の野本、あと2番の伏見俊明、伏見が再度追い上げていくでしょうか。まもなく打賞です。後方からが人気の3番中本翔英、今打賞、再度番手は並走です。徹底先行7番の橋本の行為がもつれていまして、6番田尾俊介が2番伏見をさばこうとしています。残り1周回、伏見はちょっと厳しくなっている。高知勢が行為を回って、最終周回、後ろからは3番中本翔英がまくってきています。最終の2コーナー、7番橋本の先行ですが、ここを一気に3番の中本翔英がまくり去っていくようです。3コーナー通過、前変わって、ここは九州勢懸命に5番の松尾を持ってくる。3番の中本翔英と5番の松尾慎太郎、あとは離れていますが、7番の橋本踏ん張って直線コース、最後は5番の松尾差し込んで5位、松尾慎太郎、3番中本翔英。残り2周をこれから切っていきます。一旦7番酒井陽は下がりました。そして9番の牧田秀彦、牧田も踏んできていまして、今度は千葉勢が出ていくでしょうか。3番の月森をかわしていった千葉2人、9番の牧田、1番の石崎、6番の柴田も追ってライン3番手、今打賞ですが、一気に7番の酒井が来ました。ここは出足よく7番酒井陽が来ましたけれども、ただ9番の牧田も踏んでいます。牧田と酒井がもがき合う展開でしょうか。残りあと1周回、ここは7番の酒井陽が出ました。一旦下げたのは9番の牧田は苦しいでしょうか。出切ったのは栃木の2人、7番の酒井陽と2番の神山拓也、その後さばいたのは9番の牧田3番手、あとは後方から3番の月森がまくってきています。3コーナー通過、前は人気栃木勢です。7番の酒井陽先頭、番手回り絶好のチャンスは2番の神山拓也、あと迫って9番の牧田、3番は月森、直線越し最後は2番の神山追い込んで5番車は西田突っ込んでいました。神山拓也、西田正史、
残りは2周回、まずは2番谷口優真が前に出ていきます。一旦下げて3番真船、変わって今度は9番斎佐子海が来ました。一気に前に出ていきました斎佐子、後ろは樫野がつけて人気のコンビ、6番下の葛西が追走。しかし今度は3番の真船が来ました。打勝で3コーナー、流れも変わってきますが、前に行ったのは北日本勢、3番の真船圭一郎が別線2ランで主導権を取っていくようです。そして中段からは9番斎佐子海が前を追って、残りは1周です。後方からが2番の谷口、ライン3分線ですが、逃げていくのは3番真船圭一郎、そして7番の長沢、5番の須藤、その後ろ中段からは9番の斎佐子海がまくっていくかどうか。最終バックを通過、逃げる3番の真船ですが、中段からは一気に9番の斎佐子海が迫ってきている。1番の樫野がマークをして、ここはどうでしょうか。前は3番の真船、7番長沢、直線後前変わった。最後は1番下突っ込んできました。1番の樫野か7番の長沢か。まもなく残り2周回、各選手が赤番の前を過ぎていきます。さあ一気に前をかわしてきました6番の木戸、1番菊池は一旦下げていきまして、さあ変わって4番近藤も来まして、千葉勢はどうでしょうか。近藤隆二、しかしここを強引に行った1番の菊池ですが、短期になってしまって、そこを4番の近藤が追走しています。6番の木戸を前に踏んでまして、ちょっと混戦模様になってきました。短期になった1番の菊池武と2番手が再度6番の木戸も踏んでもがき合う展開になりました。1番の菊池と6番の木戸もがき合って、最終の1コーナー通過です。あとは2番の橋本剛が後位回って、その後から中段からは千葉勢が4番近藤隆二が一気にまくっていくようです。短期1番の菊池ですが、そこを最終バック4番の近藤がまくり切ってきました。前変わって千葉同期コンビです。4番の近藤隆二、後ろはしっかり3番の田中春樹千葉勢、その後は1番の菊池踏ん張っていますが、2番橋本、直線コースター千葉勢、ここはワンツー決まって今ゴールインです。4番の近藤隆二、3番田中春樹です。6番の橋本瑠衣が来ています。同期生は5番の藤根、そこを抑えていきました6番の橋本です。113期の2人ですが、前に行った九州勢7番久木原も中段から前攻めていきます。5番の藤根は一旦下げて後方からまもなく打勝です。残り1周半の地点、ジャンがなっていまして、前は九州3人に変わっています。6番の橋本瑠衣ペースを握っています。しかし後ろから一気に5番の藤根が発進です。藤根が来まして、同期生6番の橋本との勝負、ここは一気に5番藤根俊樹の方が先手を奪ってきました。主導権は北日本勢に代わった岩手2人、5番藤根と1番佐藤弘樹、その後を追って3番の泉、今7番の小木原後方からまくってきています。まだ中段ですがどうでしょうか。最終3コーナー、さあ飛ばすのは5番藤根、番手1番の佐藤弘樹ですが、迫ってくる7番の小木原弘樹が迫ってきた。あとは2番の志村、直線コース、最後は1番の佐藤弘樹を捉えたか、並んでゴール、7番下小木原、最後接戦。残りはあと2周回、ゆっくりと過ぎていきます。一旦前に出ました1番の窓場、5番の藤田、そこをかわしていこうというのは静岡勢でしょうか。6番の斉藤智之が動いて、4番は土屋、あとしかし1番の窓場が突っ張っています。前踏んで窓場ですが、そこを抑えました。短期になってしまった6番の斉藤智之、後ろからは8番の早坂修吾、一気に来ました。さあ関東勢発進です。打勝4コーナー、8番の早坂修吾が先手を奪っていくようです。残り1周です。そして後位からは、ここはすかさず1番の窓場が追って3番手、逃げる関東勢を追っていくのは近畿勢です。最終の2コーナーへ、8番の早坂修吾、番手周りは3番上原龍、これを中段から一気に1番の窓場がまくっていく。最終3コーナーまくり切っていきました。窓場近寄り、追って5番車は藤田雅也、人気の近畿勢、その後4番の土屋が迫ってきますが、近畿両者1番の窓場先頭だ、ここは振り切って強引です。窓場近寄り。